カイザー・ヘンリー・ジェヘンリー・ジェヘンリー・ジェは、米国の自動車、カイザーイコール、フレーザー・コーポレーションにより1950年から1951年式モデルとして発売され1953年まで製造・販売した。社名は、会長のヘンリー・ジェカイザーから付けられた。ヘンリー・ジェカイザー自身のアイデアとして生まれたもので、カイザー会長は、 自社の乗用車ラインの販売をいかにして増やすかを考え、ヘンリー・フォードがフォードモデル P を作ったように、平均的な米国人に購入しやすい低コストで製造できる車を追加しようとした。このアイデアをもとに、ヘンリー・ジェは必要最低限の装備で設計され、必要最低限の部品で生産された。ボディプレスもコスト圧縮のため、初期型ヘンリー・ジェでは、 リアトランクリッドがなかった。トランクへは、リアシートを降りたんで出し入れしなければならなかった。コスト圧縮は、ボディ仕様にも現れており、2ドアセダンで、リアウィンドウは開閉しない、固定式、いわゆる、はめ殺し窓だった。エンジンは2.2リットルサイドバルブ4気筒の 68HP で、同時期のセージープ用エンジンを購入、パーツを共用していた。 後期モデルでは2.6リットルの L 型サイドバルブ、6気筒 80HP も追加された。いずれにしても、当時のアメリカにおけるフルサイズ大衆車よりも1から2ランク小型に属するエンジンであり、経済性を狙っていた。1952年、カイザー社はヘンリー J をリバーシして、大手通信販売会社シアーズローバックからオールステートブランドで、 姉妹車を販売した。オールステートはほとんどヘンリー J と変わらなかったが、フロントグリルやボンネットのオーナメント、ハブキャップ、ブランドネームプレート、インテリア仕様、さらに、オールステートブランドのタイヤやバッテリーが装備された。2年間での販売は思わしくなく、シアーズは自動車販売を中止した。ヘンリー J はカイザーにとっても、その期待に応えられなかった。 ヘンリー J は低価格だったが、それは競合車種を圧倒するほどのものではなかった。わずかな差額を追加すれば、開閉可能なリアウィンドウとトランクリッドが付いた6、人を不エンジン搭載のフルサイズ大衆車、シボレー150が買えたのである。消費者はトランクリッドがないことが不満だったため、カイザーは後期モデルではトランクリッドを追加し、 顧客が戻ってくることを祈ったが、年を減るごとに販売は落ち込んでいった。ヘンリー・ J は消費者にとっては低価格だったが、製造及び労働コストは高くついていた。ヘンリー・ J ・カイザーは大量販売による利益を期待して、テーマンでの販売価格を押し出したが、販売が伸びなかったために計画は頓挫した。同時期には、ナッシュイコールケルビンレーターのコンパクトカーである、 ランブラーが市場での人気を得ていた。ナッシュはランブラーをアクセサリー的要素を持ったコンバーチブル車として販売した。対するヘンリー・ J は目立ったところのない二ドアセダンであり、消費者は低価格と安っぽさとの違いをそこに見ていた。ヘンリー・ J のデザインはマイナス思考と見たのである。加えて、カイザー社が1953年に買収したウィリスイコールオーバーランドは 4ドアモデルをラインナップに加え、総合的な出来でもヘンリー J を凌駕する小型車を1952年から販売して、身を上げていた。エアロのエンジンは、ヘンリー J と同じくウィリスジープ用の流用だったが、カイヘッドとした次世代のハリケーンエンジンで、性能面でヘンリー J を上回っていた。1954年には、カイザー車の生産が当初本拠地のミシガン州、ウィローランから、 オハイオ州、トレドの旧、ウィリス工場に統合されることになり、ヘンリー・ J は競合する、ウィリスエアロに、社内小型車、レンの地位を譲って1953年に、生産終了。売れ残ったモデルは、翌年の年式まで持ち越され、1954年式モデル、としても販売された。ヘンリー・ J は日本でも組み立て、及び販売がされた。 三菱重工業から1950年1月11日に分割された東日本重工業が1950年9月にカイザーイコールフレーザーの子会社カイザーイコールフレーザー輸出会社とラセンス定型の生産とアジアへの販売の契約を結んでヘンリー J の CKD を東日本重工の川崎工場で行い販売は新規に設立した ご会社東日本カイザーフレザーで行った CKD 組み立てした工場は太平洋戦争後日本で初の外国製乗用車を組み立てした工場でありその後に続く日産、日野、伊子図のライセンス生産に先立つものでトヨタも含め各社が見学に訪れている東日本カイザーフレーザーの社長は東日本重工副社長だった桜井春樹が就任 1952年日本国との平和条約により、三菱の称号や商標の使用も許され、東日本重工は三菱日本重工と社名を変更。東日本海山フレーザーも日本海山フレーザーに社名を変更した。桜井は人気途中で三菱日本重工会長となり、日本海山フレーザー社長を継続した。すでに、 カイザーと社名を変えていた本家がヘンリー J 含め不審だった乗用車生産から撤退しジープ生産主体に移行した。ヘンリー J は日本でも1954年9月で生産打ち切りとなった。日本での CKD 生産総数は509台。うち沖縄、タイへの輸出が185台でごく少数の生産にとどまった。三菱はこの提携による生産で 日産、ダットさんやトヨペットなどの仮想に供給していた乗用車ボディのプレスや塗装の技術を向上させた。1952年7月26日の国会運輸委員会で桜井は日産50代で初め月産1000台くらいまでと思っていたが月産50代前後で推移していること、またその時点までに約500台を生産しドル化を稼いだこと、さらに 沖縄、タイに月30から40代と答弁している。岡崎市の三菱自動車工業乗用車技術センター内に1989年に開館された三菱オートギャラリーに1953年式ヘンリー・ J が展示されている。また、長久手市のトヨテ博物館には1951年式ヘンリー・ J が展示されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。